いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は京王プラザホテルプラザリュクスダブルのお部屋をご紹介いたします。こちらで新しく始まりましたスーパーライブビュッフェの朝食がありまして、そちらをコメント欄でおすすめいただきましたので、私もやってまいりました。宿泊者かあとはデイユースの利用でこちらのスーパーライブビュッフェの朝食プランを選んだ、人のみ利用できる朝食となっております。それではまずお部屋を見ていきたいと思います。お部屋に入りましてすぐ右手に、こちらのクローゼットが用意されてます。すぐ左手がバスルームとなってます。アメニティは浴室タンとなっております。そしてその他、基本的なアイテムは揃ってます。女性用のスキンケアセットも用意されてました。そしてこちらのシャンプーやボディーソープなども浴室タンになってます。お部屋はこんな感じになってまして、ダブルのベッドとソファーとテーブルが用意されてます。ちょっと窓の外を見てみたいと思います。目の前はね、都庁がちょうど見えてます。その後ろにはテレビと持ち込み用の冷蔵庫と、あとはティーセットが用意されてました。宿泊者が利用できるラウンジがあるということで、こちらの南館の34階やってまいりました。こちらのリュクスラウンジザ・プレイスは14時から20時まで利用することができます。ちょっと今すごい混んでて、16時に行ったんですけど、すごい混んでたのでちょっと一部のみ撮影中です。思ってたよりはちょっと狭かったんですけど、こんな感じですごいこうグリーンがいっぱいあって、こうゆったりできる雰囲気になってます。そしてこちらの UCC のコーヒーマシンと、あともう一つスタバのコーヒーマシンがありまして、こちらを自由に利用することができます。残念ながらアイスはできないのでホットのみとなるんですが、種類は結構いっぱいありました。というわけで早速カフェラテを作っております。床に座るか低めのソファーに座るのもいいかなと思って最初座ったんですけど、ノート持ってってたのでノートタイムしようと思ってるから、やっぱりこの窓際のちょっとテーブルっぽいところを選びました。こんな感じでね、雑誌もいろいろ用意されてます。お次はココア。今度はバニララテ。夕方ちょっと暗くなってきたくらいの時間帯がすごい一気に空いてきたので、今のうちに撮影中。そして、今度ね、7時過ぎくらいになったらまたね急激に混んでました。またカフェラテ。夕方になったらこんな感じでライトアップもされるので、また少しね雰囲気が変わってきます。いかがでしたか？今日は京王プラザホテル
プラザリュクスダブルのお部屋と宿泊者が利用できますリュクスラウンジザ・プレイスをご紹介いたしました。ラウンジはまったりできるカフェみたいな雰囲気なので、長居していました。そして今から明日の朝の朝食が楽しみです。いつもご視聴いただきありがとうございます。こちらのチャンネルではホテルのお部屋、ご飯、お土産を紹介しています。ホテルが好きな方はチャンネル登録よろしくお願いします。